皆さん、おはようございます。マーティン、ダーメイクは、金代です。金代のメッシーパリー、兄弟選手、続々と名乗りを上げました。過去の兄弟でのメダリスト、おりましたね、えー。東京オリンピック、レスリングでは確かに、えー、川木沙子、ゆか子さん同時金メダル。阿部ふみ、うたさん同時金メダル。2004、2008年は、伊調香織さん、伊調千春さん。伊調香織さんが金メダル、千春さんが銀メダル、えー。柔道では、アトランタオリンピックでは、中村健三さんが銀メダル。雪乃が銀メダル。はい。 ジュラニア、ミヤ選手、兄弟、兄が金メダル。弟が銅メダルですが、しかし、私は兄弟、続々なぎ金メダル取ってほしいです。まずは、柔道、阿部一二三、詩さん、まあ、変わらずですね。はい。卓球は、萩本智和と、萩本美和さん、美和さんにとっては初出場でございます。チョレーヤーユー全然、全然、バスケットボール、バブディ、エブリンと、えー、ステファニー選手もいましたね。姉妹ですね、これは。はい。 こっち同じくしまいに、オッケーの長井優里さんと葉月さん、バレーボール、石川優希さん、そして真由さんですね。はい。真、ま、由さんにとっては初出場、石川優希さん、活躍してほしいです。はい。というわけで、家族の絆が支えになる、ですね。兄弟選手、続々なノリでした。バイバイ。